はい、おはようございます。サラムアレイコム、こんにちは。ということで、今日もね、行ってみましょう。今日はね、ちょっと朝のモードってことでやっていきたいと思います。で、なんでかというと、ホジュラーレッスンって言って合同発表会みたいなのを控えているので、で、その合同発表会でみんなやるのが、その朝のモード、朝の最適なモードと言われる、ラークバイラミーっていうんですね。ラーガっていうのはモード、バイラミモード、朝に最適モードみたいな感じ。なんかエアコンの設定みたいな、昨日も言ったんですけど、エアコンの設定みたいな感じしますね。なんかエアコンの設定もほら、朝に最適なモード、あ、じゃあお休みモードみたいな、だからおはようモードかそうそう、そういう感じで、ではおはようモード。ちょうどね、今僕撮ってるの朝なんですけど、そう、起きてすぐ、まあ割とすぐって感じでミルクティー入れて、じゃあちょっと朝に最適モードを、ではウォーミングアップしながら呼吸とともにやっていきましょう。で、まあ楽曲みたいな感じなんですけど、こうやってなんかこの心と体のね、チューニングするみたいな、効果もあって、効果っていうか、そういう方法もあって、まあちょっとなんとなくこのミヨーンっていうのがヨガっぽいじゃないですか。なので、まあ古代から受け継がれてきたこう知恵なんですね。なので、まあチューニングしましょう。チューニングね、マインドフルネスもチューニングの一種ですよね。よし、チューニングしよう。ちょっと待ってね。で、さーってこれね、この根っこの音がイーンって出るじゃないですか。この音にね、ちょっと楽器持ってやりますね。できてるかな。さで、昨日のね、モード、リラックスモード、夜のモードと、ほとんどね、あ、違う、雰囲気かなり違うんですけど、実は共鳴弦とかほとんどいじらなくてよくて、この、そう、だから結構ドローンさえ変えればいいんですよね。ドローンってこのサの位置だけ変えればいいんですよね。だからすごい、まあ、便利っちゃ便利ですよね。そうそう、だから、私たちがやってる、民族楽器ラバウって、なんかな、15たす何個あんだ、22本かな、15たす、1234566、15たす21か、21本もあるんですけど、まあ別に大変じゃないですよ。そう、それ、そうそうそう、やりまーす。さーにーさー、さーにーさーっていうのを深い呼吸とともに最初やりましょうね。さーにーさー、
さまばだにさまばだにさで、終わりました。よかった、はい、なんとか終わりましたね、はい、ということでお伝えしました。まあね、さらっとね、まあやったんですけど、ラーガの形式ってなんか別にそんななんか難しくなくて、昨日も言ったんですけど、最初にイントロっていうか即興でちょっとこうキュッとチューニングね整えて、そこからまあゆっくりこうリズム入ってって、で次早いので最後まばたにさまばたにさまばたにさで終わりみたいな感じなんですよね。で、あのラーガってあのモードマカームみたいな感じで、あのシステムって言われてて、あのどういうことかっていうと、応用が可能ってことなんですね。だから皆さんにあのぜひやってほしいことがあるんですけど、それ何かっていうと、ピアノとかキーボードでね、キーボードでいいと思いますよ。ピアノでもいいけどキーボードが一番いいかもしれない。キーボードと例えばね、ピアノだとミの音をサの音にちょっと戻して、よいしょっと、これちょっと早いよね、こんな感じで。ちょっと待ってね、やりますね。ミの音さあですよね。さあれがまばだにさあですよね。これすいません、最初のメロディー、あ、違う、なんだっけ、タンタンサララだ、間違えた、はい、行きます。まあ、こんな感じでやると、あの何がいいかっていうと、あの自分で転調するじゃないですか。転調してミの音はどこかな、ミの音を基軸としてサレガンパナリソはどういう感じかなって考えるじゃないですか。だからイメージすることができるのですごい大事ですね、うん、でどの楽器でもいいんですけど、ね、やった方がいいと思いますね。で、あ、これ使った方がいいんだ。このタンプーラってビヨーンって音鳴らしてね、そうそうそう、結構重要ですね。で、ちょっと早くはしなくていいか。で、このモードで実は何ができるかというと、アフガニスタンの民謡で一番有名なやつ。そう、ちょっと待ってね、タンブラ切ろうっと、タンブラ切ってアフガンアプリにしようっと、ちょっと待ってね、あ、タンブラ入れてもいいんだ、ごめんごめん、タンブラ切っちゃったよ。なんかね、これ面白くて、アフガンタブラプレイヤーと、アフガンタブラプレイヤーのタンブーラとビヨーンですね、タンブーラとアイタブラと
アフガンタブラプレイヤーを同時に使うことができたりして、これめっちゃ面白くて、ちょっとぜひやってほしいんですけど、えい、なんか楽しくないですか、お祭りみたいな。でこれであのビアケボレンバーマザールですね、マザリーかやってみようか。間違えたよ。あいつごめんなさい。こんな感じで、ごめんなさい、止まなくなっちゃった。そうで、こんな感じですごい遊べるんですね。なのでぜひやってみてください。ちなみに、ね、アフガンタブラプレイヤーはこのゲダってやつ で105だと、なんかデフォルトだと105だからちょっと早いんで、ちょっと短くしよう、ゆっくり。そう、これめっちゃ楽しいですよ、本当に。止まんない。でこういうなんかこうチャカチャカしたこの、まあいいや一回止めよう、フレーズをねやっていくと、なんかリズムの練習にすごいなるんで、ぜひやってみてくださいね。はい、ということでした。じゃあちょっとラバーブ持ち替えようかな。ちょっと待ってね。ちょっと、はい、そういう感じで、どんな感じだったでしょうか。今日はね、いろいろ朝からお伝えしてきたんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、いろんなリズムマシーンでね、遊んでみるとすっげえ楽しいので、やってみてください。はい、で、今日はね、私は、そう、晴れたんで、もう1回ぐらい雨降ってて、結構大変だった。だから、部屋の中がもう湿気湿気で、ラバーの響きもね、いまいちなんですけど、まあ晴れたんで、ちょっと掃除しながらって感じで、で、今日は、で、上田さんいつも何してるんですかってそう、たまに聞かれるので、なんか謎の人みたいな思われてるのかもしれないですけど、まあ、服の仕事をメインに普通になんかしてますね。ただ、会社に行ってないだけで、自分が会社みたいな感じで、会社員みたいに規則正しい生活をしてます。毎日6時台に起きて、昼まで寝て、みたいな、そういう、生活はあんましないっていうか、めったにしないっていうか、この何年も昼まで寝るみたいなことはまだないかの、病気でもなんない限り。そう、なのでかなり規則正しいですね。朝起きてミルクティーやって、
みんな作って、それからそう録音して、で今日のコンテンツ考えて決めて、それで服の仕事やってって感じで、6月と7月にちょっと展示会とか予定してるので、そっちの告知も兼ねてね、かなり服のインスタの方とかね結構頑張ってますね。なのでもしよかったらね、展示会とかね来てもらえるチャンスがあれば嬉しいなって思います。というわけで今日もねありがとうございました。もう本当ね今日あれだな、湿気がすごくて、なんかいまいちだったなっていうか、この川のね、ちょうど今ほらなんか僕の家の前って小学生の通学路なんで、小学生の可愛い声がなんか響いてますよね。はい、というわけで良い一日をお過ごしください。失礼します。さよなら。